でも結局それを可能にするのは、やり続けるっていうことですよね。それしか無理です。だからちょろっと見てパッとやれるようなことは AI さんが全部やります。これから。なんですよ。だから二択なんです。もう。ここの一番最初の分岐点の二択を選べてないんだなっていうことが僕は分かりました。書くという覚悟を決める。ただひたすら書く。書くためにインプットする。ただひたすらする。この一番最初の分岐点を決めれないと、何やっても一緒。何やっても一緒です。そして、スキルを上げるために常に人間というものを研究し続ける。人間の本質、人間とはどういうものなのかを常に吸収し続けるっていうことが、できなければ。だからもう、セールスライティングですから。知的産業ですから。知的なストレスを自分にかけること、負荷をかけることを嫌がってたら、この世界で生きていけないですよ。だから、月に2、3本レター書いて終わりなんていう仕事ありませんよ。毎日1本 LP 仕上げるぐらいの指示が出ています、うちのチームの人間には。もう終わりにしますが、死ぬほど書くことはお約束できます。書く覚悟を決めて、書く仕事です、私たちは。気が乗らない時ですら書かないといけません。という仕事です。なので、書く時間を取れなければ、書くためのリサーチをする時間を取れないなんていうのは、スタートラインすら立ってないから、です。ちょっとまあ、モデル的に言うと、うちはこれからそういう、もう、ライティング、とにかくライティングが必要な仕事に振ります。とにかくライティングです。なので、書いて書いて書きまくります。だから、もう書く覚悟が決まった人だったら、スキルがそこそこでも入れれます。それは見てたらわかります。誰が書く覚悟ができてるかっていうのは見てたらわかります。なので、書けるようになってください。いいものを書く云々ではなく、それは出してみないとわかりません。だけれども、全力を尽くして書くという作業ができるかできないかだけです。そこそこでいいやみたいなコピーを何本書いたって意味ないので、全力で考えて書くっていうところね、をできるようになってください。